皆様こんにちは。ミュージカルフランケンシュタインに出演いたします、音月圭です。今回私はジュリアとカトリーヌという二役に挑戦させていただきます。ジュリアはですね、本当に心からビクター・フランケンシュタインを愛するビクターの婚約者です。私のイメージは今着させていただいているこの衣装のように純白でご清楚で可憐でというイメージなんですけれども、でも中身というか、すごく熱いもの、パッションといいますか、情熱的な女性なんじゃないかなと思っております。そういう見た目と内面のギャップを演じられたらいいなと思っております。そしてカトリーヌは闘技場の下女ということで、ジュリアとは本当に正反対の女性だなというイメージがあります。でもカトリーヌは本当にジュリアよりも何かこう人間味のある、なんていうんですかね、皆様が見ていただいて共感しやすいような女性なんじゃないかなと思っています。すごくジュリアよりももしかしたら繊細でガラスのハートといいますか、こう触れたらすぐにパリンと割れてしまうような繊細な部分を持っている素敵な女性だと思いますので、これも本当にこの二役を、大切に大切に演じ分けていきたいなと思っております。私は初めてこんな素敵なドレスを着させていただきました。今までいろいろな舞台出演させていただきましたけれども、ここまでこんなに素敵なドレスを着ることがなかったので、今日はドキドキもしましたが、とってもワクワク、本番が楽しみになってきました。実際にこのドレスを着るとこうピンと背筋が伸びるような、こう心もすごく洗われるような気持ちでいっぱいです。本番楽しみにしてます。ミュージカルフランケンシュタイン、ぜひぜひ皆様見にいらしてください。劇場でお待ちしております。